プルザネは、フランス、ブルターニュ地域圏、県、フィニステール県のコミューン。プルザネは、ブレスト都市圏の西部にあたり、海に面している。海岸線はおよそ9キロメートルある。ブレスト停泊地、特に大西洋とブレスト停泊地とをつなぐ、ブレスト海峡に面する。岬の連続、そして、外目から守られた入り江が連なり、海岸はよく保存されている。 フランス海軍が戦略的利益として都市化計画が管理されていないことが原因である。海に面した土地のほとんどが国有地である。内陸はすべてレオン地方の高原である。ここの平均標高は80メートルである。時折深い亀裂や広い谷が現れる。アベル・イルデュとイリエは非常に広く特に注目に値する。ブレスト海峡が生じる前は オルヌ川とエロルン川がペンフェルドのシュタヤとアベルイルデュとダニオ北西に流れていた。プルザネにはブレスト・イロワーズ・テクノポールがある。プルザネとはブルトン後のプラウとアイルランド島から伝道にやってきたせい、サネに由来する。現在のメンガントリで15世紀から18世紀のプルザネはロクマリア集落と一緒に一つの教区となっていた。 レオン市教座中の最も裕福な農村貴族であった。16世紀のプルザネは、ブレストとサンルナンの大関区に属した。1630年頃、最小理主流が重要な軍港で交渉である、ブレスト白地の大避所を設置した。イロワーズ海を、ブレスト白地から隔てるブレスト海峡は守らねば、ならない場所だった。この防衛線を定義したのは、防ンである。 4カ所の砦がプルザネ内に設置され、その後の近代化と軍事技術の進化に適応していった。1763年、そのうちの一つ、面ン取り出には250人の守備隊が駐屯し、42台の砲台が設置されていた。フランス革命後、プルザネトロクマリアの教区は聖職社民事基本法に抵抗した。1792年、 40人から50人の武装した男たちに守られながら、まだ宣誓を行っていない聖職者がミサを司っていた。1896年の記録では、三面修道会がプルザネの病人のいる家庭に対し、無料で世話をしていたことが記されている。第二次世界大戦中、ドイツ占領下にあったプルザネが、アメリカ軍に解放されたのは、1944年9月13日で、 15日以上の激しい戦闘の後であった。もともと赤疎地であったプルザネは、1960年代から飛躍的に成長した。この時代に、プルザネ近くに工場や研究センターが設置されたためだった。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE、や d あるブレイジョニヒ検証の遵守が、 2008年12月15日にコミューン議会で可決された。2007年の新学期においてプルザネの児童の3.5%が二言語学校に在籍していた。ありがとうございます。